グラタンでございます。フランス料理ですねこれ。うん、皆様こんにちは、イートキンコングです。今日はこちら春キャベツ2分の1個とカルディで買ってきたサバ缶、こちらでグラタン作っていきます。めちゃくちゃ簡単で、今日はホワイトソース、もうダマになるとか言うじゃないですか、もうあれの究極いきます。究極にダマにならないやり方、はい。じゃあまずね、牛乳入れます。そして小麦粉、プロテイン方式です。これプロテイン方式って呼んでます。くる、結局ね、これが合わさらうまく合わさらないからダマになりやすい。非常に振りながらいきますね。ホワイトソース作ろうと思ったら、バター溶かして鍋で、そこに粉入れてちょっと炒める。そこに冷たい牛乳を入れていくわけですよ。熱いバターと粉に冷たい牛乳を入れていくから、それダマになるよね、グルテン固まるから。うん、だから先に溶かしとけばいいんですよ。こうやってもこれが非常にダマになりにくい。シェイクです。はい、そして、まあ、これ今振ってるんですが、ここにコンソメ、これをお好みで入れてください。少しあのホワイトソース味が濃い方が好きだよっていう方はね、コンソメ小さじ2分の1杯ぐらい入れると美味しくなります。振ります。ではキャベツね、切っていきます。大きく、今日2分の1使うからね、大きく切ります。3等分。キャベツのグラタンっていいよね。ほら、こんな感じ。これ全部入れたら、食べれたら野菜たくさん食べていいよね。うん、はい、じゃあフライパンにオリーブオイルです。でキャベツ、焼き目つけていきます。じゃあこれで蓋します。じゃあ切り返して、焼き目ね。これぐらいしっかりと焼き目つけます。2分ぐらい焼けば十分です。しっとりしたね。やっぱり春キャベツすぐ柔らかくなりますね。こちらをもうグラタン皿乗せていきますよ。良いね。で、あの崩れたところも入れてください。では今日はこちらのサバ缶でいくので、これにサバ缶乗せていきます。うん、じゃあこの水分だけ取りますね。でこの間にね、サバ缶いきます。うわすごいね、しっかりサバですよ。サバのグラタンっていいよね。ね。骨も入ってるからいいよね。うん、骨も食べるわけでしょ。じゃあこうやってね、サバを全体に散らしましょう。ちょっと味見してみようか。カルディのサバ。うん、どう？すごい脂乗ってる。乗ってる？うん。美味しい？脂がすごい美味しいよ。うん。本当や。はい、フライパン戻します。じゃあホワイトソースいきます。じゃあまずフライパンにバター入れますよ。
溶け、ね、バターが溶けたら入れますよ。これも一気に入れていいです。ほらもうダマになってないでしょ、こうやって自然に。すごい、うん、でもこれあと混ぜるだけ、こうやって。ほら、もうとろみついてきたの分かりますか。ついてきたでしょ、うん、うん、でもあとはね、こういうの混ぜれば、ほらほら、ね、こういう感じです。で、こんな感じ、とろとろでしょ。うん。やっぱホワイトソースかけていきます。で、あと、仕上げにチーズかけて焼くじゃないですか。で、ミックスチーズ、とろけるチーズは、まあ、とろけるっていう通り、どっちかっていうととろっとしたチーズになります。で、粉チーズかけると少しカリッとした食感になるので、今回両方かけていきましょう。たっぷりね。はい、市販の粉チーズです。はい、こんな感じです。じゃあこれオーブンで焼いたら完成です。よいしょ、熱、はい、熱っこれでキャベツとグラタンでございます。美味しそうね。それではいただきます。これキャベツ大きく切ったからさ、いいよ、これガサガサ感がいいでしょ、ね、でももうすごいやるから、ほら、ね、まずはこのキャベツ、これね、キャベツとチーズ、あ、甘っ、うまっ、甘いめちゃくちゃ甘い。みーちゃんにキャベツの甘みを食べてもらおう。甘、甘いでしょ、うん、もう食べる、ここ行く、うん、うん、おいしい、ね、ね、おいしい。じゃ次サバ、サバ、キャベツ、うん、もうフランス料理ですねこれ、うん、サバうまっ、ね、美味しい、うん、これうまい、これも白ワインじゃないでしょうか、うん、ね、うん、うん、まあこんな感じで卓上に出せばなんか楽しいよね、うん、うん、で取り分けて食べれば、なんかグラタンをナイフとフォークで食べるっていうのもいいんじゃないでしょうか、うん、はい、本日もご視聴ありがとうございました。今日は春キャベツとサバ缶だけで作るグラタンでした。あのホワイトソースね、シャカ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 やってみてください。プロテイン方式
めちゃくちゃ簡単にトロトロのホワイトソースができます。今日の動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンのよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。伊藤キングコングでした。バイバイ。